ちょっと待て。お前、どこの組のもんだ。どこって荒川組だけど。てめえ、よくもやりやがったな。はあ、何のことだ。おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。その根付の気に入らねえ。やってやるぜ。俺の番だな。どれあれやんのか。ほら見せてやるよ。どうしたんだ。してみろ。行くぞ。せいや。うわっ。楽しませてくれよ。このくせ。くらえ。せいや。よし、行くぞ。やるか。ほら来いよ。あれ？ほら来い。やんのか。なめんなよ。あれ？これでかかってこいや。何かした？あ？ほら来いよ。せや！くらえ！やんのか。ほら、行くぞ。あれ、やんのか。してみろ。よし、行くぞ。ほら、ほら。行くぞ。うわ。ほら。俺の番だな。あ？来いよ。どうした？覚えてやがれ。何だったんだ。まあ榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えねえ組だしな。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。一番です。おやさん。おはようございます。おう、一、座れ。はい。いいから座れ。あ、はい。
お前、榊組はわかるな。前からうちに因縁つけてる組っすよね。ああ、因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って関西の？うん、近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか？榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長シェラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか？2時間ほど前ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通しだ。散々怒鳴り合った結果ジョーが茶化を抜いちまった。幸い目撃者はいねえみたいだが、すでに殺害死体を見つけてる。うちに傘が入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、荒川組が東条会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは東条会追放、こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、イチ。何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし喜んでやらせてもらいます。イチ、おめでとうございます、兄貴。おう、ミツ、どうしたよ。どうしたじゃないっすよ。今日は正月兄貴の誕生日じゃないっすか。そういや、そうだったね。ちょっと、何寝ぼけてるんすか。初詣行くんすよね。去年と同じ神室神社でいいっすか。俺は行けねえから、お前行ってこい。え、なんでですか。ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか。まあそんなとこで。新年早々厳しいっすね、頭は。極道になった以上
盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか。それよりミツ、お前今いくつだ。え、20歳ですけど。ってことは10年後は30歳、20年後は40歳か。なんすか急に。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は？兄貴熱でもあるんすか。また電話する。おう。シャバ最後の飯かもしれねえからな。よし、牛丼並みもう一杯。あ、はい、かしこまりました。ナミ町、悪いがお前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか。すまない、よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、今回は同じ登場会、それも相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな、本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。これで思い残すこともねえな。美味しいですよね、牛丼。行くか。ありがとうございました。さっきのお兄さん、財布見つかった？盗難届出すなら窓口に行ってね。主文、被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。
新入り。おい、聞いてんの？本日分終了いたしました。要弁願います。よし、元登場会のやつなんだってな。模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって。だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。だんまりかよ。なあ、お前どこの組だよ。それくらい教えてくれたっていいだろうがよ。なあ。荒川組だよ。荒川組。荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元登場会ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。今なんて言った？神経な組だって言ったんだよ。組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど、今はふぬけちまってるって噂だしな。そんな神経な組からも切り捨てられてかわいそうなやつだな。てめえぶっ殺すぞ。負け、やれるもんならやってみろよ。てめえ。1年も耐えたのに、なぜやり返した？全員警察病院に運ばれた。一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか？はい。あの野郎、親父さんのことふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。おやじさんが知ったら悲しむだろうな。そうなんです。だから俺は奴らを。違う、お前の刑期が伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上信じた人を悲しませるな。1119番、手紙だ。
大事な人からみたいだぞ。荒川のおやっさんから。背景一番へ。出所するまで書かずにおこうと決めていたが、耐えられず筆を取る。お前のケーキが伸びなければ今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだが、それが叶わず、ただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしてる。今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう。家族の欠けた家の虚しさは親にしか分かるまい。親は子がいて初めて親になれるんだ。一日も早く振り返って俺の前にお前の姿がある日を待ってる。追伸、出所した日の晩はあの時食べられなかった北京ダックを食いに行こう。おやっさん、すみませんでした。俺、おやっさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずにバカなことして3年も長く待たせちまって、本当にすみません。お待たせしました。春日一番、ただいま帰りました。あれ、あ、どうして。まあ、年々暴対法の締め付けが厳しくなってるからな。出迎えを控えるのも無理はないさ。親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ。手紙にはちゃんと書いてあったんすけどね。最近はみんなそんなもんだぞ。さあ、早く行け。はい、お世話になりました。誰も来るわけねえじゃねえか、このバカが。はあ、18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが、一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとはたまげた精神力だな、春日一番。誰だてめえ。神奈川県警でか。昔はな、今はしがない免許センターの職員だ。もう定年も間近の。なんで免許センターのおっさんがここに。失効した免許早速取り直せってか。最近はそんな面倒まで見てくれんのか。そうじゃない、俺はお前に用があってきた。なんせ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな。わざわざ有給まで取ってきたんだ。へえ、でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんなら大がと違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ。特に出所した瞬間はな。
分かった顔して喋るんじゃねえ。あんた俺の何を知ってるってんだ。カムロ町生まれのカムロ町育ち、町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ、以来店長の春日次郎に引き取られ、店で働くソープ嬢たちに育てられた。その後テンプレ通りに不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東条会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後同じ東条会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日カムロ署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。素行不良による3年の刑期延長を経て、晴れて本日刑期満了で出所といったところが。へえ、やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのか。じっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい、あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。さっさと消えてくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんだな。荒川組への挨拶回りか。うるせえよ、俺はあんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。でも俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくれ。はあ、意味が分かんねえ。勝手にしろよ。じゃねえんじゃねえか。すみません、パンチパーマなんて今時誰も。いや、ちょっとやったことなかったもので。どういう顔で親父に会ったらいいんだよ。これなんだよお前その頭。うるせえ、腕の悪い店に当たっちまったんだよ。んなことよりおっさん何なんだ。いつまで俺のことつけるような真似すんだ。俺はお前に用があるって言っただろう。だからお前さんの用が済むまで待ってるだけだ。で次は何するんだ。気持ち悪いやつだな。勘弁しろよ。どこに行くかと思えば墓参りか。鈴森千香を。鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつか。ああ、そうだ。おお、でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろう。冗談言うな。なんだと。じゃあお前こいつを、鈴森をなぜ殺したんだ。荒川組を絶縁されてむしゃくしゃして、その勢いでな。むしゃくしゃして人を撃ち殺した。そんなイカれたやつがやった相手の墓参りして掃除まですんのか。ましてや出所してすぐに。笑わせんな。別にいいだろ。18年前、鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、お前は無所の務めも終えたんだ。
なぜ今でも嘘をつく？本当は誰がやったんだ？俺だ。俺がやったんだ。呆れたやつだ。つがあんたよ、いい加減しつこいぜ。そろそろ本題に入ってくんねえか。本題？定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ？俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。さんだよな。ああ、なんや、あれどことの雑誌の記者か。あのな、取材 NG なんや。帰ってんか。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出所してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。ああ、なんやお前、頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行けおら。てめえらこそそこどきやがれ。どかねってんなら腕づくで行かせてもらうぜ。やってやるぜ。俺の番だな。やんのか。やっちまえ。とっておきだ。見せてやるよ。やんの。やったるで。ほら来いよ。よし、行くぞ。行くぞ。本気見せんかい。あったまきさ。なんだってめえ。おい、やったるで。あったまきさ。なんだってめえ。してただで済むと。まだやんのか。よせ、春日。分かった、すまん。そうなんだ、こいつちょっと頭がおかしいんだ。なあ、何勝手なこと言ってんだ。こいつにはよく言っとく。悪かった、すぐに帰る。行ってくれ。くそ、話せ。あれは絶対におやつさんのはずだ。おやつさん、荒川のおやつさん、一番です。今日出てきました。一番です。勝が一番です。
どうして18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。おやさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって。しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな。違う。認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまったか、覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ。嘘だ。そんなはず。そうだ。どうした？おやさんは何しにここに？墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。墓の前にいたじゃ、俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。よし、墓の前でおやさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。見たか、奴は鈴森の墓参りに来たんじゃない。あの墓は、ありゃ近江連合先代の墓だ。近江連合ってあの関西の？なんで親さんがそいつの墓参りを？しかもあんなにたくさんの兵隊を連れて。そりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。はあ？あのなおっさん、さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の東条会。東条会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱでかってら嘘だな。今荒川組は東条会じゃない。はあ？なんだと。荒川真澄は、奴は今八代目近江連合の実質的なナンバー2、若頭代行だ。おやさんが近江連合の頭代行？何言ってんだよ。嘘だろ。お前が信じられねえのも無理やねえ。三次団体ではあるものの、荒川は東条会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。だが潮目が変わったのは2年前だ。新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて、次に東条会の資金源をピンポイントで潰して回った。名付けてカムロ町産経作戦。産経作戦？ヤクザに食わせない、稼がせない、居住させないで産経だ。で、警視庁の的確すぎるガサ入れで主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていった。ただ一つ荒川組だけを除いてな。は？何のことはねえ。警視庁が効果的に東条会を叩くことができたのは、荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ。つまり荒川真澄は東条会って組織そのものを殺に打った。なバカな。まだ話は終わってねえぞ。その後東条会がほとんど壊滅って時に、これ幸いと関西から近江連合の極道たちが次々とカムロ町に入り込んできた。しかし警視庁はそれを見て見ぬふりをする。なぜか。理由は荒川からの袖の下があったからだったと考えられる。袖の下？賄賂だよ。荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して近江の東京進出を目こぼしさせたんだ。近江の連中は一滴の血も流さずにカムロ町を牛耳ることができた。
奴らだからその見返りに荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた。要するに荒川は東条会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ。今も恨みを買って東条会の残党に狙われてる。お前には酷な話だろうが、いずれ知ることだ。気を落とすな。大丈夫か？具合でも。やっぱおかしい。なんだと？親さんが近江に寝返る？東条会が壊滅？好きならもっとマシな嘘を考えろよ。まだ俺の話を信じないってのか？あんたの話はどう考えたっておかしいんだよ。あの人は義理人情が服着て歩いてるような人なんだ。落ち着け。さっきの荒川を見たろ。近江の墓参りをしてたんだぞ。あれはおやっさんじゃねえ。俺も18年ぶりだったから見間違えたんだ。よくよく考えりゃ、さっきのやつはおやっさんよりセンスが悪い。お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうが。それもきっと聞き間違いだ。ていうかこの車どこ向かってんだ。カムロちゃんこっちじゃねえだろ。横浜だよ。はあ、俺はカムロ町に帰るんだよ。最初に言ったろ、お前に帰る場所はねえんだよ。今俺と横浜に一緒に来い。俺はお前に用があると言ったろ。なんだよ用って。捜査だ。この先は俺の捜査に協力してもらう。ふざけんじゃねえ。なんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ。いやと言ってもお前は俺に従うしかないんだよ。あと少し行きゃ神奈川県、つまり俺の管轄だ。いいから、おとなしくついてこい。うるせえ。今すぐ車止めやがれ。さもねえと。おい春日、おめえが協力しないってんならいくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜ。はあ、脅しってか。てめえ、やっと正体を現しやがったな。正体？そうよ、手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで、横浜の輩と手組ませて一仕事させよって魂胆だろ。見え見えなんだ。てめえ横浜のどこのもんだ。ったく、つける薬がねえな。さっき手帳も見せたろ。はっ、こんな孤独が何だっつんだ。おれバカ、何すんだ。おい、どこ行く気だ。ああ、カムロ町に決まってんだろ。お前、俺の話ちゃんと聞いてたよな。もういいって。分かった分かった、芝居はそこまでにしてくれ。しかし出所早々横浜の筋門に拉致られそうになったなんてよ、傑作な話だぜ。はっ、お前な。カムロ町でおやっさんが方面祝いの準備して待ってんだ。あんたのおかげでおやっさんにいい土産話ができたぜ。あばよ。カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。やれやれ、やっぱりこういう展開になっちまったか。まあいい。
鍵がねえな。鍵がねえな。ここだよな。ちょっとあんた何してんだい。おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした。事務所
ここ前はガールズバーだったよ。じゃあその前だよ、事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前はフィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろ。組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど、あの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい？おお、荒川組を知ってんのか。そりゃあ神室町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で今その荒川組はどこにあるんだい？探してんだよ。さあどこだろうな。でも今時薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、分かった、ありがとうよ。大丈夫なのかい？なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。母さんは？え？ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね、お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。おう、おっちゃん、いつものくれや。はいよ。じゃ500円。つけとけ。はあ、しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ。ああ、いいか、組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ近江連合。なんやこれ。我どこのもんや。俺は荒川組のもんだ。なんや、新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が多い。荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのかい。あ、おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけし。その組長って誰だ。はあ、何言うとんねん。誰なんだ。近江連合若頭代行、荒川真澄に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。しっかり精神入れ。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何？己さっき荒川組言うたやろが。ああ言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。登場会？
何寝言言うてねえ。寝言に聞こえるか。聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。さっさと駆除したろ。登場界の虫けらが。やってもらう。やってやるぜ。よし、行くぞ。どうしたんや。見せてやるよ。とっておきゃ。なめんなよ。行くぜ。俺の番だな。やってみんかい。ほら来いよ。よし、行くぞ。ほら。よっしゃ、勝ちだ。荒川のおやさんが近江に寝返って登場界ぶっ潰したってのはマジなのか。答えろ。せや兄貴。こいつ登場界の残党や。いてまえ。なんやて。またんかいこら。
いいえ。ありがとうよ。あばよ。待って。